試合も残り8分のこの1クォーターで終了となります。終わりまして、こちらが勝利の外貨を上げる形になるでしょうか。これよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。サーダンセブナンザンナイスです。ここでオーテモンランプレーを展開しようとしましたが、これをナンザン見事に読み切り、10番がロスタックルしましてフォースを迎えます。オーテモン高校ランプレーを展開しようとしましたが、ナンザン高校ラインバッター10番斉藤和真のロスタックル、見事なロスタックルを決めています。6ヤードのロスを奪っています。大手門学院高校、大手門学院高校、ワンフォーメーションを取っています。ここでコース交代です。コントロールよく南山陣28ヤード付近でボールで落とし、このしてコース交代となります。南山ここでリバースプレーを投入した。南山高校ランニングバック32番特命コースとのランプレー。というところですが、これは対応します。2ヤードのゲインでとどめています。南山高校セカンドダウン8、ボールの自陣に30ヤード。南山高校セカンドダウン、パス成功、ファッション南山高校パス成功、バンドダウン獲得。ここで奥に走り込んだワイルドシーバー、5番バック10番大将初期から大将の5番1番の両方のパス成功。南山高校敵陣に入り、敵陣49ヤードから新たにバンクダウン権。パス再び奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかしこれは大手門学院高校ディフェンスカバーつくパスの成功となっています。ダウン1つ変わりまして、南山高校セカンドダウンに変わります。南山高校セカンドダウン、パス不成功。
ーターバック、ここでプレイアクションから中央に走り込んだレシーバーにパスを取りました。しかしこれは大手も見事にパスリフレクトしまして、パス成功に変えています。ダウン変わりまして、サーダウンに変わります。サーダウン10、ロンリーセンターを組んだ。サードダウン、ロンリーセンター続ける今度は左に行くんだ。さあここで反則が発生しています。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。イリガルシュート、オフェンス、オフサイド、ディフェンス、オフセッティングします、ファーストダウンをやり直します。先ほどの反則が双方にありました。オフェンスにはイリガルシフトの反則、不正なシフトを用いたという反則です。しかしディフェンスにはオフサイド、ボールが動く前に相手ラインに侵入した反則がありました。従いまして双方の反則があったということでプレー無効、オフセットでプレーやり直しとなります。やり直しとなります。切り直す形になります。南山高校相手陣33ヤードからファーストダウン10。南山高校ファーストダウン10。南山高校セカンドダウン8、ボールオン相手陣31ヤード。南山高校セカンドダウン、振り切ったどうか、タッチダウン、南山高校タッチダウン。画面映しきれませんでした、申し訳ありません。クォーターバック10番パスを通そうとしました。しかしここで前が空いたため急遽スクラム、その空いたレーン一気に走り込み、右サイドで駆け上げてエンドゾーン飛び込んだタッチダウン。見事な判断で南山高校タッチダウンを得まして6点返しております。そして2ポイントコンバージョンに入る、トライフォーポイント2点を狙う、1点追加、これよりトライフォーポイント。
このパスは不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則の発生です。さあこのペナルティは果たしてどちらにあったでしょう。先ほどのトライ4ポイントでラフィンザパサーの反則がありました。パスを受けた選手へのアウトだったです。この反則は危険な反則として重大な反則に扱われます。トライ4ポイントの残り距離半分のバッターを受け、トライ4ポイントやり直しの形に変わります。そこまでのバッターは取れませんので、ゴールまでの半分の距離を抜体し、従いましてゴール前エンドゾーン1番の状況でトライ4ポイントやり直しです。南山高校ランザン高校、ここでキックによる得点を狙う形に変えました。キックフォーメーションを取っています。南山高校トライ4ポイント。決まりました。1点追加、南山高校1点返して、南山高校14点、オルテモン学園高校20点、その差6点と変わりました。さらに1点追加、南山高校第4クォーター7点を追加して、ここまでの得点14点です。素晴らしいプレーをここで決めまして、南山高校得点を挙げて試合を再び緊迫した状況に戻していっております。斉藤一郎かな子さん、メッセージのあるように両チームともオフェンス素晴らしいプレーを展開しています。ウォーターブレイクを取ります。ウォーターブレイクを取ります。両チームベンチに戻ってクールダウンしてください。ここでウォーターブレイクに入ります。やめましたが、そうですね、先ほどのプレーのアナウンスはそこまで、追いついておりませんでした。申し訳ございません。それぞれの方々の判断で、できましたらご視聴いただければと思います。プレーに関しては私が気づいたこと、そして取り上げることに関してはアナウンスさせていただく予定ですが、基本的には実況に留めたいと思っております。いわゆる戦術に関する解説はそれぞれの方々の主観が入りますので、私自身はなるだけそれは排除したいと思っております。その点ご了承よろしくお願い申し上げます。返しました南山高校のキックオフで試合再開となります。この白熱した攻防戦も残り時間3分51秒となりました。試合再開です。南山高校のキックオフ、波動を組んでいます。その波動を解きます。オンサイド警戒の構え、そのオンサイド行った。判定は攻撃点は南山、南山オンサイド成功。攻撃点は南山高校です。南山高校攻撃点の獲得を狙いオンサイドキックを決めました。しかし確保する際にボールをジャック、その一瞬を過ぎつけまして南山このボールを抑えまして、南山高校成功。南山攻撃となります。南山高校がそれを抑え攻撃権獲得です。ボールをキャッチしたのは南山高校54番阿部修斗でした。南山高校自陣45ヤードからの攻撃開始。バースダウン権、さあロンリーセンター組んでバックスをつけている。
キューベキープしまし、相手ディフェンスを飛び越えるように約3ヤードゲインとしています。ここでまず最高の足を使いました。南山高校セカンドダウン7、ボールオン自陣49ヤード。さあロンリーセットを構えた南山高校セカンドダウン。ナイスパスカット。南山高校パスを投げましたが、このパスは大手の学院高校ランバンカー5番見事にパスカットし、パスを成功。サーダンに変えます。この状況は選手ここの独自の判断も求められますが、5番の南山素晴らしいパスカットでした。サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り6ヤード。南山高校サーダウン7。パス不成功。ここで行ったのはオンデルチームのシーバーのパス。ターゲットは83番、大人タッチ掲げましたがわずかに飛び出す。パス不成功、ゴースランに変えます。南山高校フォースダウン7、プレー行きます。フォースダウンゲーム、さあこれはどうか。ゲーム成功、ファーストダウン。ここで南山クォーターバックジューシャープレーアクションからパス、ターゲットのスカートスケール南山高校。さあ南山攻撃継続、相手陣44ヤードからファンサーアウト。4ヤード付近から4回の攻撃開始です。ファーストダウン。オプションプレーを展開。南山高校ランニングバック32番徳永浩介のランプレー、ゲインは3ヤード。ゲイン3ヤードに訂正します。キャリア32番は徳永2年生。南山相手陣41ヤードからセカンドダウン。セカンドダウン、南山高校クォーターバック10番最終タッチのオプションキープ。失礼しました、ゲイン3ヤード訂正します。3ヤード。南山高校サードダウン3。南山高校サードダウン。時計操作誤っておりますが、訂正かけさせていただきます。大手学院ファーストアンテン。中央へのアンテン、ここからファイスナウト、チームタイムアウト、南山高校3回目です。南山ここで後半最後のタイムアウトを使いました。後半3回目、最後のタイムアウトの要求です。
1分6秒となっております。この試合大手門学院高校セカンドラウンド6で試合再開です。大手門学院高校セカンドダウン、反則の発生です。ここでイエローフラグ、反則が発生しています。デッドボールファール、ホルスター、オフェンス、ワイドバッターにしてセカンダーオーヤーのオフェンスの反則です。ホルスター、不正のスタートを切りました。オフェンスのバッターにし、セカンダーのやり直しとなります。ペナルティーは5ヤード、大手門学院高校5ヤードバッターにし、セカンダーをやり直します。大手門学院セカンダウンイレブン、ニーダウン、時計を回します。大手門学院高校ニーダウンし、ゲームクロックを進めます。南山高校には時計を止める手段がもう残っておりません。大手門、刻一刻と時間を消費し、試合終了の時を迎えようとしています。大手門学院、サーダン2ダウン、時計を進めます。大手門学院高校、再び2ダウン、ゲームクロックを進めます。試合終了となりまして、大手門学院高校20点、南山高校14点で大手門学院高校の勝利。大手門学院高校ベスト4進出となりました。ここで試合終了です。ご覧いただきましたように、ただいまの試合、大手門学院高校20点、南山高校14点で大手門学院高校が勝利しました。戦でした。ナイスゲームでした。敗退となりますが、しかし東海の優人気の難にふさわしい素晴らしい戦いを演じました。ナイスファイトでした。おとじめさんのメッセージありますように、南山らしい素晴らしい試合だったと思います。進出決めました大手門学院。この春非常に注目を集まるこのチーム、ベスト4進出になりました。さあ次の季節も同じように白熱した一戦が繰り広げられることに期待したいと思います。ナイスゲームでした。ちょっと多くの方々にメッセージ
ッセージをいただきました。大変ありがとうございました。処理しました大手門学院高校は開催高等学校アメリカンスポーツ選手権大会準決勝選手を決めました。準決勝は来る6月16日ここ遠征ハッキーフィールドにおきまして午後2時キックオフで試合が行われます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。関西大学男子高校対関西学院高校部の捜査との対戦となります。次の試合もぜひ会場に足をお運びくださいませをよろしくお願いいたします。本日は雨の中ご来場の方にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物のないよう今一度お席回りをお確認の上気をつけてお帰りください。助けとなる影のため一度は跳ねた仲間も戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかしたスタープレイヤーが渡してくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつこの配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。そして多くのチャット内のメッセージありがとうございました。本日の配信は協会の許可を得まして実現いたしました。またそれも依頼をしてきました、月曜からメットのファーニーにも感謝申し上げます。本日その試合を実況進行させていただきましたのは私道楽屋理事でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。またその後に行いますこの15時からの関西大学第一高等学校対関西学院高等部の一戦もお送りさせていただきます。機会お時間有数でしたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。